ブをアップデートクラス。皆さんどうもこんにちは、とっとりです。早速ですけれども、今日のお題はこちらです。なんで奉仕するん？パート2。前回の動画でなぜ私たちクリスチャンが奉仕をするのかについて2つのポイントを紹介いたしました。本日は3つ目と4つ目のポイントを紹介していきたいと思います。なぜ奉仕。3番目、イエス様の似姿に変えられていくため。マルコの福音書10章45節、人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。イエス様がこの世界に来られたのは、人がイエス様に使えるためではなくて、イエス様が人に使えるために来られたんですね。そしてまたイエス様は罪人の私たち人間のために自らの命を捧げてくださいました。それほどまでにイエス様は私たち人間に使えられたんですね。私たちはイエス様の似姿に変えられていくためにも、他者に使えていくべきではないでしょうか。なぜ奉仕。4番目、キリストの教会を立て上げるため。エペソ人への手紙4章12節、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。奉仕の存在理由そのものがこの御言葉に詰まっています。なぜ奉仕をするのか。それはキリストの体である教会を立て上げるためなんですね。ローマ人への手紙12章1節から8節、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさい。一つの体には多くの器官があり、しかも全ての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれを行いなさい。教会を一人で立て上げることは不可能です。神様は一人で教会を立て上げるのではなくて、チームを作ってみんなで協力して教会を立て上げるようにされました。私たちには一人一人異なる賜物が与えられました。全く同一の賜物を持っている人はいないです。それぞれが違った賜物を持っているんですね。体には多くの器官があるけれども、それらまとめて一つの体であるように、私たちにもそれぞれ異なった賜物が与えられていますが、私たちはキリストにあって一つの体なんですね。教会を立て上げていくためには私たち一人一人の賜物が必要なんです。
どうか皆さん教会を立て上げるものとして日々ベストを尽くしていきましょう。教会でお客さんや見物人になるのではなくて、自分から進んで奉仕者となっていこうではありませんか。私は皆さんが自分に与えられた賜物を用いて教会に使えていくものになることができるようにお祈りしています。はい、ということで今日はなぜ奉仕をするのかについてお話しいたしました。自分の与えられている賜物を用いて教会に使えていきましょう。それでは本日はこの辺にしたいと思います。さよなら、バイバイ、また見てください。